ただいまスタートしましたレースは、レースナンバー19、男子ダブルスカル、予選3組です。対岸より2レーン、岩手県黒沢尻工業高校、3レーン、神奈川県慶応義塾高校、4レーン、鹿児島県鹿屋高校、5レーン、長野県下諏訪工業高校、6レーン、岡山県備前緑葉高校、7レーン、三重県津高校、以上6クルーです。このレースの1位から3位までがあさって5日に行われます。準々決勝に出場します。行われています。レースナンバー19の 500m 通過順位は、6レーン、7レーン、5レーン、4レーン、3レーン、2レーン以上の模様です。6レーン、岡山県備前緑葉高校を中心にレースが展開されています。ただいま全クルーがフィニッシュラインを通過いたしました。着順は6レーン、7レーン、5レーン、3レーン、4レーン、2レーン以上の模様です。このレースの1位から3位までがあさって5日に行われます。準々決勝に出場します。正式な順位および結果は記録掲示板へ貼り出しますので、ご確認ください。